義母先生2。義母先生ご覧の皆さん、ハイサイ県民愛称家ティンサグの花、お届けしました。動画出しました、よかったら見てください。そうですね、まあこれも数々、義母レールや、いろんな義母チューブでも出してます。そういえば義母チューブね、義母チューブ笛なんかも出してますので、よかったら見てください。リンクありますんで、それでも出しましたが、今回も深掘りしたいと思いますけども、ティンサグの花、ティンサグとは鳳仙花ですね。鳳仙花の花は、チミサチにすみて、爪の先に染めて、ウヤヌユシグトやチムにすみり、親の、教え、ユシグトは心に染めなさい。チムというのは沖縄で心という、ね、意味ですね。最近チムドンドンという NHK のドラマやってますけども、あれはチムドンドン、心がどんどん、なんかこうワクワクするという言葉ですね。チムにすみり、心に染めなさい、そんな1番の歌詞から始まる、教訓歌ですけども、まあ、2番3番4番とこれ歌詞実はたくさんあるんです。今回、2つぐらいしかやってないんですけども、まあ、そのいろんなねサイトで調べてみて、自分の好きなこの歌詞があったらそれを歌ってもいいかもしれません。まあ、1番はこのティンサグの花やチミサチに住みていいから始まりますけど、もう2番以降はですね、我々この民謡を歌う人も、もう自分の好きな歌詞歌っちゃってます。それで構いません。で、ウヤヌユシグとヤチムニスミリ、2回歌ってると思います。今回動画で出した歌を2回歌ってるんですけど、これなぜ2回歌ってるかというと、2回目は結構その、一緒に演奏してる人たちがこう被せるとこなんですよね。1回歌ったらその 2回目の歌うところは、ウヤヌユシグとヤチムニスミリって被せたりして歌ったりもします。だからこの複数で演奏するときとかは、そうやってこの、ウヤヌユシグとヤチムニスミリ1人が歌ったら、その後、ウヤヌユシグとヤチムニスミリってこう周りの人がこう、まあ、かけてあげるというか、返してあげる部分でもありますので、2つ入れてます。まあそのいろんなね、歌い方、いろんな歌詞ありますけども、やっぱりね、代表的な歌詞が1番で、それを、こう軸にこう2番3番と、本当にこう素晴らしい歌詞が昔からね、歌われてきて今でも残ってますんで、ぜひね歌詞も、見てみて、さらに演奏できる方は演奏してみてください。三線は、今回ですね、本調子で、私弾いてますけど、三下げでもできます。むしろ三下げの方が弾きやすいという方も多いかもしれません。チンダミも本調子三下げで、両方弾けますので、自分のやりやすい指でやってみてもいいかなと思います。県民愛称歌ティンサグの花、これはもう沖縄県民がね選ぶ、沖縄民謡で好きな民謡第1位ですのでね、ぜひ三線やってみたい方、まあ興味ない方もぜひこの曲ね、いろんなサイト、出してますんで見てみてほしいと思います。はい、義母先生2、2021年の8月のちょうどこの時期かなからスタートしまして、まあ1年ぐらいやってきました。いかがでしたか、いろいろやってきた。ゲストでね、指笛の会をやったり、カチャーシーをやったり、民謡をね、歌うコツとか言って、歌の先生たちも呼んでやってきましたけども、1年間やってきた義母先生2、そうですね、チャンネル登録4000人ぐらいからね、スタートして、ま、今6000人ぐらい行ったのかな。うん。ま、今回ね、その、指笛の動画も結構ね、健太郎先生とのやつが伸びて、義母先生の中では、義母動画の中では、ま、一番伸びてるんじゃないかなっていう、感じで10万再生超えたと思います。まあ、義母動画の中では、初の快挙も成し遂げて、義母先生2、とりあえずやってよかったかなと思っております。またね、第3弾、もしくはなんかこう別の企画いろいろあったらね、とりあえずまだ未定なんですけども、YouTube の方も、やりたいと思ってますんで、もちろんライブとかね、ミュージシャンなんで、まあ、ライブしながら曲作りしながら、まあ、YouTube もやっていくっていう感じになると思いますけど、ぜひね、またその時は YouTube やります、こんな企画やりますっていう感じで告知しますんで、よかったらね、見ちゃってください。1年間ご視聴ありがとうございました。義母先生でした。チャオ。来週もあります。8月31日まで一応やります。もう曲もバラしちゃいます。エンディングテーマの、誕生節を最後ちょっと、深掘りして最後自分の曲かよっていう感じかもしれませんが、誕生節をちょっと深掘りして、義母先生2、終了します。来週まで一応ありますんで、8月31日水曜日の、20時にまたアップしますんで、その回までよかったら見てください。チャオ。